東京富士大学の特徴ってなんだろうね。授業もゼミも先生との距離が近く、アットホームなところかな。実践的な授業が多いのも特徴だよね。いつの間にか社会で必要な力がどんどん身につくよね。やっぱり就職率が高いところも魅力だよね。東京富士大学は実務 IQ というキャッチコピーを掲げ、社会で輝くことのできる人材を育成しています。実践的な授業が多いからこそ、社会で必要な力を養うことができるのです。ゲーム性を取り入れた授業、高校生と連携を取ったプロジェクト、高田馬場の地元企業を訪問する活動、ビジネスについて語り合い業界研究をする授業、地元の商店会とのコラボなど、実務経験を学ぶカリキュラムにあふれていることが東京富士大学の大きな魅力です。経営学科では経営に関する最新情報を教えてもらえてよかったね。企業研究も勉強になったね。日本初のイベントプロデュース学科があるのも面白いよね。2020年には東京オリンピックもあり、ますますイベントが盛り上がってきそうだね。1年生からゼミがあるので、困ったことは何でも相談できるのが嬉しいよね。校内連携も充実していて、高校生も通常の授業を体験できるのがいいよね。 GMT って地元となんだね。東京富士大学は地元の商店会と共同で地域活性化プロジェクト上坂プロジェクトを発足、地域を活性化するための多くの活動をしています。プロフェッショナルセミナーには面白い授業がたくさんあるんだね。将棋や囲碁の授業もあるよね。社会人や地域社会に貢献したい人も受講できるプロフェッショナルカレッジもあって多彩だよね。マイスタイル留学があるから、行きたい場所や時期、期間も選べて選択の幅が広がるよね。新宿とは思えない綺麗な庭だよね。ここでランチするのも気持ちいいよね。女子寮も綺麗だよね。こちらが学食のラトークです。ここでは学生がアルバイトとして働いています。基本メニューは300円、定食メニューでも450円と安くて美味しいよね。図書館も広々として綺麗だね。